ずい。監視たちが来たら一気に気流が動いて。やつは消えた。そうじゃない、近くにいる。そしてその体温は私のことをいたわる感じもした。室内にカメラがないから状況が。どこへ。あの子が掘ったの、この壁。ここを行ったのね。この小柄なやつに丈太郎とジョリーンが通風口内で案内され。ヘビーすぎるぞ。おい貴様、勝手に面会室から出るな。やつがいるわ。やつはあの子をもう見失った。そしてこの部屋に窓はない。距離321メートル。糸空城ジョリー、あの娘のスタンドだ。ぶつけた。それを決して離してはいけない。何十と鉄格子はあるし、第一奴はほとんど盲目。あの子どこ行ったか見なかった？何を言ってるのかわからない。お前は自力で勝手にここまで来たのだ。だから俺はお前を追ってきた。お前がここにいるのは秘密の通路を来たから。ジョンガリエじゃない、こいつは監視。何なのよこれは。私も親父も傷はないのに、これは あの監視を殴り倒したのは、その後部屋を出ようとして手錠がないことに気づいて。私たちはこの面会室に入った時から傷の痛みがなければずっとまだ眠ったままだった。早く脱出しなくては。ということ、お前はまだ俺の能力を見てないはずだ。ストーンフリー。そうね、ポップコーンがあれば完璧だった。このままだと死ぬわ、私たち。ペンダントの能力。そう、それだ。もっとだ。よくも脱出できたけど、このムカつき。行くぞ。そうだ、これ何かわかる？謎だけど、この刑務所の中に現実に。それは大切なものだからな、絶対なくすな。気のせいかな、監視が少ない。ここは一般エリアだからな。なんだあれか。ジョリン、どうした、手を出せ。ついうっかり。これから東京？あなた、自分の娘がこんなことになってるのに。そうだよな、私別に無事でいるもんね。静かにつけられている、何かに。ジョリン、伏せろ。おい、よく見ろ、鉄格子が壊されてるじゃないか。こいつ、直接自分の手で私たちを。時を止まる。無敵のお前から手に入れたかったものはもらったぞ。やつのスタンドは夢の中のものじゃ。とにかくやつが弾丸を込めている間に。ジョンガリエート、ドロドロのもう一人。わかるな、
言ってることが。海岸に行くだけで潜水艇はお前のところに来る。